皆さん覚えてますかね、あの看板に真言宗武山派天明寺ってあるんですけど、まあ右ですからまっすぐですけど、まあ今度のね、まあ土曜日やかな、まあ白菜祭りと同じ時なんですけど、こちらが天明寺さん、白菜火事、日渡り大祭、こういった感じのお寺。まあ日渡りをするね、まあ会場はまた別なんですけど。かわいいワンちゃんが前から来ましたよ。皆さんワンちゃん好きでしょ。まあ日渡り大祭ね、まあここを右に入るんですよ。この広い駐車場に車がね、置けますから。ああ、去年来た時、その正面の地蔵さんいたかな？へえ。まあ面白いっていうか、面白がっちゃいけないと思うけど、まあ小僧さんですね。へえ。すぐね、その先が、まあ、斎藤ごまを炊く。どうしようかな。あ、何か撮影してますね。面白いね。こちらにね、天明寺。何の撮影でしょうね。まあ当日のまあリハーサルみたいな、そんな雰囲気なのかな。どうしましょうかね。皆さん、小餅山登りたいですか？
な。しましょうか。まあまあ、まあここがね、まあ、まあ池畑町なんですけど、いつもね、その右側の郵便局を使うんですよ。そこのね、まあ、簡易郵便局なんですけど、まあ、振り込みっていうか、まあ、国民年金の保険料を払っただけでもね、まあ、ゴミ袋がもらえるんですよ。まあ、大きな袋でね、しっかりしてるやつで。ああいったサービスもね、まあいいですよね。今日は本当はね、まあ小持山に登ろうかなと思ったんですよ。まあ登るたってあれですよ、山頂まで行きませんよ。麓の麓の屏風岩までね、まあ、いつものように途中で引き返すっていうのが私の登山スタイルですから、まあ、池畑町を曲がっちゃうよりも、池畑町っていうか清野町を曲がっちゃうよりも池畑町まで行っちゃった方がいいですね。分かりやすいから。あ、そっかそっか。あー、ちょっと失敗しましたかね。しょうがないですね。なんかぐるぐる回ってるような気がするんですけど。まあ今のね、清野町のところを左折すればよかったですね。まあこれがね、25号線、県道25号線バイパス。今日はね、まあ、穏やかな日でね、ポカポカしてますね。まあ温暖化しているから風がなければ暖かいんだね。まあ天気予報でもね、暖かくなりますなんて言ってましたね。
このガソリンスタンドもね、前は使ってたんですけど、最近は行かなくなっちゃいました。まあ、今度ね、また来月、まあ、18日と21日、まあ、お茶の水と、まあ、大宮。まあ、5年ごとのね、まあ、講習会を受けるんですけど、まあ、去年はね、都合よくっていうか、偶然だと思いますけど、まあ、2日並んでたんですよ。まあ、連続だったんですね。だから全泊して、まあ、2泊すれば、まあ、済んだんですけど、まあ、今回は中2日空いちゃうんで、まあ、行ったきりにしようと思うと4泊しなくちゃならないんで行ったきりっても変だけど、4泊はできないですよね。まあ、しようと思えばできるんだけど、まあ一旦戻った方がいいのかなみたいな、そんな気がするから。まあ、時間的にね、もう少しね、早いバスがあるとね、まあいいかなって気がするんですよ。早いバスがないからね。かといって高崎駅まで車で行って、まあ、そこから新幹線でっていうのも、まあ、手は手なんだけど、そんなまあ全泊した方が気が楽なのかなみたいな、そんな気がしちゃいますね。まあ、全泊の場合にはね、新幹線で行かないで各駅停車で行くから、まあ、その分もまあ加味すれば全泊の分はまあいいかなみたいな。でも本当に5年ごとのこの一大イベントは大変なんですよ皆さん。まあ、よりによって一番寒い時期になってるから、東京都内、まあ生き慣れている人だったら全然何でもないことなんだろうけど、このね、右側のね、黄色い建物はね、まあオイル交換が安そうなことが書いてあるんですよ。交換時期には来てるんだけど、どうしようかな。まだいいかな。名前はね、スーパー車検工房だって。主にあれなんだね、車検をやってるんだね。心身の漬物ですね。高い町。
マラソン人ですね。マラソン人がルルルルルっていうね、まあ、恋人よっていう曲の中に出てきますけど、ララ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 ラ恋人よそばにいて、ララ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 ラ、そして一言愛してるよと言ってほしい、ラララララ、止まっちゃった。ここはファミリーマートですね。あなたとコンビニファミリーマートっていうか、そういったキャッチコピーっていうのかな、なんかコピーライターの方がね、まあ、こちらの出身の方みたいですよ。それで何か講演会みたいなのをやるみたいですよ。まあコピーライターっていうと伊藤重里さんかなと思うけど、また別の人なんですけどね。なかなかコピーライターっていうのもわあ、すごい職業ですよね。まあ、ワンフレーズで、まあ、もうね、知らない人がいない感じになっちゃうからね。なんか私もあれですかね。コピーライター目指せばよかったんですかね。いけませんね。はいはい。目指すどこじゃないよね、年齢的にね。こんなフラフラしている、まあ、ボウフラみたいなね、ボウフラ男、またボウフラ男がこんなスーパーマーケットに来て、まあ、食べ物を買いに来ましたから、もう十分もういっぱい食べちゃってますけどね。まだまだ食べる気なんですかね。まだ食べたいんだね。あー、やだやだ。まだまだ食べる気ですかとかね。それより僕と踊りませんか、スーパーの中へ、スーパーの中へ行ってみたいと思いませんか、うふふ。まあうふふもないと思うんですけどね。はい、もっと食べなくてはいけないから、なんでコーンが置いてあるの？コーンが置いてあると止められないでしょ。あ、すいません、すいません、すいません、もういいや、ここで頭から入れちゃえ。あのね、焼きたてメロンパン、あれね、いい匂いがするんですよ。メープルシロップのね、いい匂いがね。まあ買いませんけどね。